本当皆様今日はいろんな面白いというか楽しい作品を聴いていただいていかがでしたか。私たちもちょっといろいろまだ上がっておりますので、このビブラフォンの説明が、相田さんは実はこのビブラフォンは高橋美智子先生という有名な マリンパ奏者ですね、その高橋先生が譲り受けた金のビブラフォンでして、まあ、本当に貴重な楽器なんですね。これを今回東京からこちらの方に輸送していただきました。それから先ほどの朝マハヤですけれども、私の2月28日に私も初演をしていただいた後、4月にNHK のリサイタルノーマで放送していただきまして、その後今日ここに2人が持ってきてくださってる CD で録音していただいて、今日で4回目の演奏になります。本当にもうこういう新しいものが何回もこういうふうに短期間の中でこう演奏されるということは本当に私にとっては幸運なことだと思っています。はい、それでは最後の作品なんですが、これについてですね、今日は初演になります。作品はもちろん昨年の終わりぐらい、昨年のもう頭ぐらいにできたのは12月ですぐらいにできていたんですが、もう本当にほやほやの状態です。そこ のプログラムに書いてありますように、そのコールドストライクっていうものその C の音と D の音と G の音と H でこれを B で、それが音階になってます。この音から発生される音階、今回やはりこの曲を書くにあたって、私たちはやはり今20世紀になってこう将来を考えるときに、なかなか皆さん結構こうちょっとこう暗い気持ちになるということが多いと思うんですね。でもやはり明るい光の方を向いていきたい、光の道が通るところを向いていきたいというので、音階は明るい音階になっております。これについて、その、4つの音からできる12音があります。から、この音階とそれからその間に無調の音が入って、それは私たちの現実がこう垂直にこう現れるという、そういう形になっています。初演ですので、どんな感じになるかどうぞお聞きください。
オンザコーナー愛たみずき長くリサイタルを終了いたします。お帰りの際にはお忘れ物などございませんようお気をつけてお帰りください。またそちらの後ろの方に、本日演奏されましたアズマハイなど、国賀先生さんの、作曲されました楽譜が、手書きの楽譜が展示されておりますのでぜひご覧になられてください。またお隣のミュージアムショップでは、本日の演奏曲も収録されております赤さんの、CD も販売しております。それから、鉛筆の力でもお楽しみいただきまして、熊本市の中心市街地でまた素敵なお時間をお過ごしください。本日はどうもありがとうございました。